183。池かな。何番で打ったの？自分のクラブだったらこんぐらいの距離なの。ミス？それともなんか。ミス全然ミス。頑張らないとさすがにやばい、うん、でもさ、あっちで平均どれぐらいなの？一応、去年のスタッツは30位ぐらいだった。あ、そうなんだ。めっちゃ飛ぶ方じゃない？まあ、飛ぶ方なのかもしれないけど、でもあの、なんていうの、なんかそこら辺にも多分30人ぐらいダーって固まってるから、うん、差が1ヤードぐらいしかないんですよ。1ヤード、2ヤードとかってところにいっぱいいるんでまあ真ん中ぐらいっちゃ真ん中ぐらいだけどね。そうなんだ。一応260いくつって書いてあったけど、でもだいたいそのあの測定のするホールってフォローのホールとアゲンストのホールって1個ずつあるの、うん、そんでオーストラリアとかって下が硬いよね、うん、でフォローだとハワイとかね、うん、300ヤード超えるの普通に320ぐらいいくんですよ最高でそんくらい行ったことある。へでもパーっていうパー5とかでめっちゃ転がるんですよね。はい、うん、なんかトレーニングやってんの？トレーニング、そう、今やってる。へけどなんかトレーニングが嫌いじゃないからずっとやってたんだけど、なんか元々のもう体の使い方を分かってないから、そのゴルフで、うん、全く活かせてなくて、うん、テスト終わって3、4ヶ月ぐらいで、もうこれは体作りじゃないと思って、うん、もう前言ってたんですけど、うん、ゴルフを何ちゃんと知るじゃないですけど、自分がイメージしてるのと本当の理論というか全く違う、うん、早い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 。あ、弱すぎた。来るでしょ、来るでしょ。おお。先。でもあと4ヶ月ぐらい。あ、4月だっけ、うん、そうだよね、はい、覚えてる私まだ8ヶ月ぐらい、うん、あ、嘘、もった、6ヶ月1時間ぐらい、40分ぐらい並んだ。なんで、うん、みんなあれ、うん、C からさ、来れなかったから。年間どのくらい行くんですか？もう2人の会話が今4回目くらいディズニーランドになってしまうんですけどどのくらい行くんですか？いや、全然私年に1回行ければいいかなって感じでしたけど、ね、でしたけど、なんか高校になってから、中学の時マジで行ってなかったと思う。高校になってから友達と行くようになって、でもまあ年に1回とかで、今年は、あ、でも今年この間初めて行ったんだ、多分、うんうん、この間アフターシックスって6時から入ってるやつで行って、まあ、こんなの行くんですけど今年じゃない、去年だ、
すみません、はい、今日1月ですよ、ね、あ、そうですね、そうですね、あ、そっか、うん、去年プロですね、発言がプロですね、確かに去年は、はい、1回、うん、でも楽しいよね、でも私絶叫系大好きなんですよ、絶叫系ありましたっけ、あ、ないんですないから、その絶叫系好きだから、はい、ちょっと物足りないんですけど、うんうん、まあ、夢の国だから、うん、っていう、違え、アメリカでさ、乗らないの、あ、そっか、あ、なんかバージニア州ってところで、ね、ピュアシルクっていう試合があったんだけど、キングズミルってところでね、でそこのなんか参加賞とかで、向こうって結構参加賞がすごいいっぱいあって、うん、遊園地、近くに遊園地があって、そこのフリーパスみたいなのを4枚もらったの、参加賞で、そうそうそう、もらえるので、お、2枚使ってお父さんと行ったの、結構楽しかった楽しかったです、すごいね、リフレッシュになった、2人とも絶叫系が好きでなんかはしゃいで、2人で絶叫富士急とかもだから好き、めっちゃ富士急は激しいっすよね、いや、ああいうのがいいです、ああいうのがいいんだ、はい、うん、で長島スパーランドって三重にあるんですけど、スチールドラゴンっていう、なんか日本で長いのかな、一番なんか赤い乗り物があるんですけど、うん、それが超楽しいです、それが一番おすすめ、それ、そうですね、で、うん、なんか夏行ったんですけど、クロックス履いてて、その時で、あのああいうサンダル系を脱がないといけないの、うん、落ちちゃうから、うん、それでここないんですよ、シートベルトは一応ここのこっち側にあって、で上からガシャってやつがなくて、下からこう、うん、こうやるやつだけなの、だけど最初怖くて、ね、しかも超高くて、うん、もう全部見えるの、うん、友達の親子と行って、うん、その子を手つなぎながら上まで行って、でも一回乗ったらまた乗りたくなるやつだった、うん、行ったことない、流しますか、あ、ない、ユニバ、ユニバとか、あ、ユニバも楽しいよね出てきた、ラッキー、多分バンカーぐらいにあると思う、どう振りやすさ、なんかそういうシャフトとかも多分関係ないから、でも全然振りにくくはないから、タイミングつかむか、おー、ナイス、奥の方には乗ってますけど、筋トレをしたんだけれどもゴルフの動きと違う気がするって、はい、あゆちゃんが悩んでるらしいんですけど、はい、そんなすぐに答えられるものではないかもしれないですけど、難しいよね、私もそう思う、なんか、うん、私もまあやってますけど、うん、そのまあ、これはそのゴルフに生かされるってのは分かるんですけど、それをやっぱり結びつけるのってすごい難しくて、なんだろう、なんか例えばどうやったらもっと、まあ、自分のやりたいスイングってあるじゃないですか、でそれに見合ってトレーニングとかもあると思うし、なんか永遠の課題って感じしますけどね、自分的に、なんかでもそのトレーニングをトレーニングだけでやってんのも意味ないと思うんですけどね、ない全然、だからなんか自分がどういう風にね、スイングにしたいかとかによると思うんです、難しいです、それはすごい、自分もやっててそう思います、はい、これってどういう風につなげてったらいいんだろうってすごい思いますね、あ、結構悩みながらトレーニングする時もあるってことな、はい、うん、できとる、
ナイス。ナイスパー。私の思う理想のスイングはこういう動きだ、私に合ってるのはみたいなイメージって何かあります？私ですか、うん、結構まあ自分のスイングの癖でちょっと右足に体重が残っちゃう、インパクトの時にこういう形になっちゃうので、でも右足のかかとは残しつつも左に乗っかり乗っかってきて、こういう風にインパクトできるようになるように今頑張って練習してます。私逆です。私は左に行きすぎるの？私左に行きすぎるんで右で残せないんですよ。右で残せないっていうか、インパクトの瞬間もう全部左に流れるんで、流れるっていうか自分の中でイメージが作れないんです。もう右に残したまま右足のかかととか意識してみたら、ちょっとベタ足で、人それぞれですからね、スイングは結構難しいですけどね。でもなんかやっぱりその右に残りすぎた時とかに左に出ちゃったりとか、自分はですよ、左に行っちゃったり、まあ、プッシュしちゃったりすることがあるので、まあなんて言うんだろう、あんまこっちに乗る意識は今はないですけど、こういう風になりすぎないようには意識してます。そのバランスとかタイミングを結構見てる、そうですね、体重移動とかですかね。まあそれででもこうやって一緒に回っちゃったりするのが一番良くないので、その中でも結構ためとか意識してます。それは何ですか、動画で見るとかじゃなくても今こうだったなって打ったら分かる感じなんですか？まあその自分の行ったボール見れば大体分かりますけど、まあ、でも練習中とか父にスイング取ってもらって、うん、でそれで見たりします。なるほどです、はい。よいしょ。あっちいるときそう、スイングパパが見てるの、ずっとお父さんだったの、で、基本はお父さんだけど、まあその森弘さんっていう、エリ原里奈さんとか福田奈美さんとか教えてる人がいて、その人のところにまあ高1ぐらいから何日間か、そんな毎週とかじゃないけど、その何ヶ月かに1回とか行ってて、でまあアメリカにいるときはその人にスイング送って、ラインとかそういうことでして、あとは帰ってきたときに、そう行ったりしてた。森さんは研究家ですよね。すごいですね。教え方がすごい分かりやすいです。本当になんか分かりやすいから、お父さんも大体同じようなことを言ってるんですけど、なんかそう例えば道具使って示してくれたりとか、結構あそういうことかみたいなのが多いです。はい、伝わるんですね。はい。それヨネックスのやつ？あれか。ヨネックスのアイアンなんですけど、ヨネックスさんになんか自分の番手と同じぐらいの距離で打ってみてくださいって言われたんですよ。で私今125ヤードここから、今まで125ヤードなんですけど、自分のクラブで打ったら8万アイアンなんですよ。だから同じクラブで打ったんですよ。めちゃめちゃ飛びます。いやそれこそそのためかい。めっちゃ飛んだなと思って。グリーン中央だと思います。
めっちゃ飛びましたか。一晩ってくらい違う感じ。二晩って違います。そんな違うの。はい、二晩、うん、計算的には二晩ってぐらい違う。